和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。の文字が入っている石碑であります。日光大師道路書いてる。大川区大川、ちょっと読めませんが、巡礼の日でありましょうか。すごいすごい、ツバメよ。これ、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 これ
味付けのやつ売ってる。600円、ちょっと、まあちょっと前よっていう。600円で安すの、うん、OK、そこへ止めた。っていうか、でも4000しかないんやけど。もう終わっちゃうよ、これは。そこへ寄せ、寄せとこへ。開いてない。え、ああないんか。あ、完売しましたか。あ、うん、あ、そう、な、めでたい。で、ここでって、それも持って行ってあげる。え、うん、そうそう、うん、行ける。ということで、加賀名物よもぎ餅、よもぎ餅の店であります。もずく、もずく。 ETC カードが挿入されました。ほんまにカラオケやて、うん、緊張。あ、明太電車の旗がっちゃら、うん、
いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。